城内に入っていきます。華やかな装飾や絵が飾られていました。はい、幻想社会近井玲陽介です。今回はあのハロウィンの発祥の地であるアイルランドに演奏に呼んでいただいたので行っていきたいと思います。ヨーロッパにはアイスランドとアイルランドがあり、名前は似ていますが文化は全然違います。今回はケルト神話が伝わっているアイルランドの方です。それでは行ってみましょう。まずは成田空港から出発です。ガラス張りの個室がありました。何のための部屋かは分かりません。では飛行機に乗り込みます。乗り継ぎを経てアイルランドは首都ダブリンに到着しました。市内に入りました。ハロウィン発祥の地ということで専門グッズも売っていました。こちらは町のシンボルとなっている教会と博物館です。人がいると思ったら銅像でした。貼り付けにされた跡でしょうか。バスに乗ってみます。2階建てになっているので2階にも上がってみます。こちらはケルト神話の描かれた壁です。この国の伝説の英雄クーフーリンが描かれています。彼の幼名はセタンタと言いましたが、セタンタセンターというビルがありました。語呂がリズミカルで気に入りました。こちらは英雄クーフーリンの像です。グッズにもなっていたので買いました。この地域の料理を食べてみたいと思います。このフィッシュ&チップスはイギリスやアイルランドのエリアの定番料理で長く庶民に親しまれています。白身魚をフライしたものとポテトを一皿に盛って食べるもので、揚げたての香りとサクサクの食感が食欲を満たしてくれます。石焼きのお肉です。こちらはマクドナルドですが、なぜかシルバーです。日本にないメニューがあったので食べてみました。メニューは違えど、おおむねいつものような味でした。環境のためか、こちらのストローは紙製のようです。日本で見慣れたアイスがこちらにもありました。派手な色のお菓子です。こちらは今回の演奏会場で大型の教会です。早速準備に取り掛かります。コンサートの開始です。町の中心部にあるお城、ダブリン城に向かいます。
版のスペースのようです。これなら雨の日も大丈夫ですね。場内に入っていきます。こちらは食堂のようです。華やかな装飾や絵が飾られていました。それではご視聴ありがとうございました。